でもフューチャーって俺さ結構プレイ良くない？フューチャーってあれか、あのオレンジの、あ、そうそうそう、オレンジと黒か。うん、フューチャーってそこまでメジャーじゃないと思うんですけど、僕は 1.3 も 1.4 も結構上位にランクインしてて好きなんですよね。意外とハゲた。いや、きついわ。 1.3 はめちゃくちゃ幅広やったんですけど、アルティメットはね考えられないぐらいきつくなってます。着用選手はこんな感じで結構ね癖強いですよね。1.4 よりも結構きつくなってて、かかとのね圧迫感めっちゃ強いです。靴ずれしそうな。かかとが痛くて 1.4 よりもね全体的に硬い履き心地になってます。蹴りやすい、めちゃくちゃ蹴りやすい。革の硬さがね人工比較やけど硬すぎず、天然比較みたいに柔らかすぎない、ちょうどいいね柔らかさなんですよね。持ってよし。インステップのインパクトゾーンが絶対 1.3 よりは狭くて、 1.4 よりもちょっと狭いんかなっていう印象ですね。蹴りやすいのは蹴りやすいです。止めて蹴る。フューチャーはジャガが入ってるっていう印象が強いからかもしれないですけど、止めていけるね、やりやすくて、グリップも 1.4 より強い気がしました。この色苦手ってコメントをしてくれた方もいたんですけど、僕はねこのスパイクにあんまりない色合わせ好きなんで、またねインスタにも写真載せるんでフォローお願いします。この W みたいなパワーテープの影響があるかは分かんないんですけど、同じプーマのねウルトラアルティメットよりインサイドを当てやすい気がしました。フューチャーの 1.4 よりもかかとと中足部がねだいぶきついです。前足部に透明のイボイボがついてるんですけど、 1.4 よりね絶対前足部のグリップ感は感じると思います。やっぱフューチャーやね。 1.2 は蹴りにくかったんですけど、 1.3、1.4 ってめっちゃキック蹴りやすくて、今回のアルティメットもねめっちゃ蹴りやすかったです。インステップ部分はほぼニットなんで、なんでこんな蹴りやすいんかはちょっとわかんないんですけど、エデルソンのキックのイメージでストレートがねめっちゃまっすぐ飛んでいく感触があるんですよね。まあ着用選手からもわかると思いますけど、ボランチやキーパーはね特におすすめなんかなと。この辺まで圧迫感というのは確実に 1.4 より強くて、特にねかかとがまだここでもね痛いです。1.3 の頃からこの低弾道のインステップど真ん中当たった時の伸びっていうのもねめっちゃいいんですよ。今回もめっちゃ良かったです。続いてカーブ。えぐらい。曲がってるよな。OK。プレデターレベルに曲がってると思うんですよね今回。おーい。ライトラミー今使います。いける。インサイドアウトサイドつま先ねグリップ感めっちゃ強いんですけど、僕は 1.4 の革の感じの方が好きやったかなっていう印象があります。ちょっとねグリップが強すぎるんかなと。入ってる。
1.3 はちょっと皮が柔らかすぎてふにゃふにゃしてた印象で、 1.4 が僕はちょうどよくて、今回のアルティメットはちょっと硬いかなっていうようなタッチ感やったと思います。止めて蹴るとかキックのやりやすさから考えると、トラップはまあそこまで僕はやりやすくなかったかなっていう風に感じました。今回もそうでしたけど、やっぱニット系のスパイクはね、紐が結構ほどけます。続いてドリブル見ていきます。フューチャーは結構前足部が丸い感じがあるんですけど、今回ねその丸さとグリップの強化されたことでボールがめっちゃ触りやすい気がしました。グリーリッシュやネイマールが入っているっていう先入観が絶対あると思いますけど、ドリブルはね 1.4 の時よりも触りやすいしやりやすいなっていう風に感じましたね。ポイントのね突き上げがめっちゃ気になるとか、かかと靴ずれするみたいな人も結構多かったと思うんですけど、僕はねプーマのこのアルティメットシリーズの HG-AG のポイントがねあんま好きではないんですよ。ちょっとね横幅が狭く感じるというか、なんというか伝えにくいんですけど、ドリブルも絶対 1.4 よりは前足部のグリップ効くと思います。このレビュー中めっちゃ走ってるっていうこともあって、この辺りでねマジで履き心地よくなってきました。かかとの痛みとか圧迫感が取れて、すごいね気持ちいい感触になってきたんですよ。これは最初のかかとの痛みからはちょっと考えられなかったですね。今回アジリティ面が強化されてるってことなんですけど、それはね全体を通して感じたような気がするんですよね。めっちゃ走りやすい。推進力っていうのはそんな感じないと思うんですけど、履き心地がめっちゃ良くなってるってこともあって、 1.4 の時よりもね絶対走りやすい気がしました。おい今のポイントのバネ感とかっていうのは分からないですけど、前足部の屈曲性とか柔らかさ、この辺で履き心地が良くなってるのもあって、このジャンプもねめっちゃやりやすいです。 1.4 と同じ重さなんですけど、アルティメットの方がねアジリティ面いいんかなと。パワーテープによってこの靴のねズレみたいなのが補強されてるっていう話やったんですけど、そういうのもあってアジリティ面が全体的にいいんかなと。ニットのねこの高さもハイカットみたいに邪魔かなと思ってたんですけど、そんなことはねなかったです。フューチャーは 1.3、1.4 ってね僕結構ずっと好きなんで、このアルティメットもね修練とかしてみたいです。キックやドリブル履き心地ね総合していい感じですけど、またね耐久性やばいとかそういうのあったらコメントで教えてほしいです。チャンネル登録コメントありがとうございます。